はい、どうも。ということですね。まあ、こんなやつですかね。地雷系。どうも。かわいいね。てか安くない？なんか結構作り良さげに見えるんだけど安い。安くないっすか？地雷系。結構安いんですけど。安くない？なんか。とかも結構ちゃんと革靴でなんかちゃんとしてそうな感じなのに。アバガドも。かわいくない？あ、これかわいいかも。これ可愛い気がする。これ。バーガーザス。可愛い。こんばんは。可愛くない？てか安いよね。こんな安いんだってぐらい。なんか作りの割に安くない？うん。ねえ、これ。他のワード出てない。メイド、三線服、量産型、地雷系、闇属性、夢川、量産型。わー、かわいい、かわいい。これが一番かわいくないか。わー、これめっちゃキャバタンじゃないこれ。あ、これとかはかわいい。これかわいい気がする。わっ、めっちゃキャバタンじゃないこれ。これ着てもうマイメロのバッグとか持ったら最強じゃないこれ。あ、これキャバタンだ。かわいいなぁ。え、てか安くないこれ。4290円って、え、嘘でしょ、こんな安いの。あ、スカートのみってことか。びっくりした。これ上下合わせてかと思ったよ。うん、黒みちゃん？ああ、なんか確かに地雷系女子ってこういう、黒みちゃんとか好きなイメージあるよね。うん、マイメロとか黒みちゃんとか。俺、クロミちゃんは好きじゃないけど、マイメロは好きですけど。うん。はぁ。いいね。地雷系かわいいね。てか安いよね。安くないっすか？
メイド系。どうも、こんばんは。ひなりちゃん絶対こういうの好きだよな。てか、こういうの着てたもんな、そもそも。夢かわ。あ、かわいい。なにこれ。あ、俺、こういうの着てる女子好きかもしれない。こういうの着てる女子好きかもな。なんか地雷系とか。マイメロが書きにあたって入院した時の話。ああ、マイメロのアニメっすか。俺見たことないっすけどね。スキスキス、ふわふわふのやつでしょ。最近の中国製は安いし、見た目もそれなり。あ、これ中国製なんだ、これ。だから安いんだ。まあ確かにそうだよね。なんかさ、なんだろう。服とか買ってもさ、なんか普通に海外から送られてくること多いな。なんだろう、なんかコスプレとかもそうだけど、結構中国から送ってくる、中国ってか海外から送ってくるパターンあるもんな。で、多分国境越えてるから、多分著作権的なものとかね、クリアしてないんだろうね。海外だから多分そのなかなか取り締まるのも難しくて、普通になんかアニメのコスプレとかあるけど、多分あれも著作権料払ってないんだろうな。なんかね、前何回かコスプレ買った時そんなんだったな。超安いね。え、これも中国産ってことなんすか？中国産ってなんでわかんの？値段的なこと？値段でわかんの？あ、風船どうも。まあなんか配送のところでなんかこう国際だからなんか、あ、国際配送。発想になるから、時間かかりますとかって書いてあるときあるけど、そういうんだったらまあ、ああ、そうなんだと思うけど。値段的なところを見て、あ、これ違うなって思ったってこと？国産じゃないなって思ったってこと？まあ、国産って言い方も変だけど。好き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 すぎて辛い。推しのために生きてる。好き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 すぎて辛い。推しのために生きてる。相性なんか推しピとかなんか好きピとか言うんでしょ。これが地雷系なんだ。まあこれ着て可愛かったらいいよね。